朝鮮の歴史における三国時代は、朝鮮半島及び満州に、高栗、下ら、白木の三国が定立した、紀元前一世紀から紀元後七世紀の時代を言う。後者の時代区分は、高麗時代の支所に依拠する。三国以前に、また三国と、並行して、小国や部族国家があった。富与、要素、かや、宇山国、丹に、国などである。 それぞれの建国神話によれば、韓国では、伝統的にこの時代は、紀元前57年に、各路が朝鮮半島の南東部で、高栗は王力行為北にあり、紀元前37年に建国、紀元前18年に、高栗の二王子が王位の継承を争いから逃れ、東名西欧の朝鮮市音祖が半島の南西部に九ダラを建国した。 くだらのとは初はめ有心であったが、後に支援戦とした。三国は皆同じ文化を共有していた。一世紀から儒教が朝鮮半島の上流階級に広がった。後に儒教は仏教に入れ替わった。三国のうちで最大であった高栗は、王力高創の国内城とその山城である丸宮古の城の二つの平存されたと思っていた。建国の初めには高栗は、 関東の国境沿いにあり、ゆっくりと満州の広大な土地を征服していき、313年に、落老軍、玄都軍を滅ぼし領域に入れた。4世紀には九だらが栄え、半島の南半分を支配した。各、六国は503年白木と国号を改めた。4世紀の初めに、白木は国境を接していた茅を吸収した。白木のとは、ジョラバツであった。 五世紀初めに建てられた、高栗の公海道の石踏みには、白木や九ダラはかつて高栗の属国であり、長考していたが、カの都ウの年よりこの方、日本が海を渡り来て、九ダラ、レイレイ、白木を破って、日本の新民にしてしまったと記されている。また、399年、九ダラは、千年の誓いを破って、和と、和通をしたため、公海道は九ダラを撃つために、ピョンヤンに向こう、 その際、白木の使者が、多くの和人が白木に侵入し、王を和の進化としたので、高栗の救援をお願いしたいと願いがあったので、高海道王は救援することにした、400年、5万の大軍で白木を救援し、白木の王都を占領していた和軍を追い払うことに成功した。わらに、和軍を追撃し、マナカラに迫ったが、逆を突かれて、白木の王都を占領された和が、 大砲地方に侵入したため、これを迎撃して大敗させたという内容も書かれてある。僧女には、和王済が、僧の文帝から、451年に、支自説届は、白木、未満、から、新刊、母刊六国諸軍事、安藤将軍を、加護されたという記録がある。また、七十八年には、和王部を、死自説届、は、白木、未満、から新、新刊、 母官六国諸軍事、安藤大将軍、和国王に加合したという記録がある。仏教は528年白木の国境となった。白木は、唐と結んで、660年に、九だらを668年に、高栗を滅ぼした。これによって三国時代は終わり、統一白木の時代が始まった。滅ぼされたくだらと高栗の王族は日本に逃れた。くだらの王族は、 くだら王の聖を賜った。くだらの子に騎士からは、道の区国で金を発見したくだらの子に騎士高志服などが出た。高栗の王族は、高麗王の聖を賜った。高麗王氏は、埼玉日高市一帯を開拓、日本に先進文化を伝えた。これらを記述した歴史書に、高麗時代の三国式及び三国維持がある。随所には、白木。 くだらは皆はをもって、大国で人物が多いとし、並びに、これを、高志行士、常に通し、往来すると書かれてある。ありがとうございます。